私としては見た目も中身も超軽量級だというのは自分自身でも認めておりますけれども、私はやはり信念と情熱だけは絶対に負けないものがあるというふうに思いますので、そういったことをやはりしっかりと魂を込めてこの会長職に捧げていきたいなというふうに思っております。自民党の参議院議員会長に女性が就任するのは初めてのことです。このほか自民党参議院幹事長には吉田裕美氏が起用されました。また新たな参議院議長は第一党である自民党から選出されます。橋本新会長を中心に最終的な人選を行いますが、伊達忠一前参院幹事長が有力となっています。しかし当選回数が少ないこと、閣僚経験がないことから疑問視する声も上がっています。少なくとも三権の長にふさわしい衆議院の大島議長と並んで遜色のないそういう方を選ぶべきだというふうに思っています。新しい参議院議長は8月1日に開かれる臨時国会で選出される見通しです。